教えて三輪先生。三輪先生このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしております。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて9月に入っておりますけれども、8月、先月はですね、危ない経営者に共通する10の法則ということで、はい、ちょっと耳の痛い方もいらっしゃったかもしれませんね。はい、お伝えしましたね。はい、さて今日なんですが、早速またメールをいただいておりますので、教えて三輪先生ということで、はい、はい、メールをいただきましたのでお答えいただきたいと思います。匿名希望さんです。三輪先生にご質問です。有名な経営者や指導者の本を読んだり、セミナー講演会に参加して自己啓発に取り組んでいるつもりですが、なかなか思うようになりません。マイナス思考から抜け出すにはどのようなことに心がければよいのでしょうか、お願いします、という、そんなご質問いただきました、はい、先生。思うようになりませんというのはどうなりたいのかなっていうのは、まあ、またお伺いしたいところでありますが、まずですね、基本的にダメな私とか思ってしまう人っていうのは、はい、ついつい反省に意識を向けてしまうんですね。やってきたこと、いわゆる過去を振り返ることばっかりに意識を向けてしまって、先々どうありたいっていうところになかなか意識が向かない。それと人の話聞くだけではやっぱりですね、自分は踏み出せません。前に踏み出すには自分が足を踏み出さないといけませんよね。そのようにしていかないといけないんですね、はい、なかなか難しいことなんですけど、それっていうのは、結構生い立ちに関わっていたりします。その個人の思考パターンっていうんでしょうかね。やはり特に親と子の関係において厳しく育てられて、ダメだダメだっていう、何をやっても厳しい、父親が厳しいばかりではないですけど、どちらかの親さんか両方ともか、ダメ、そんなことしたらダメとかですね、何をやってるんだとかですね、やってる途中で遮られたり、言葉を返したらすぐに遮られたり、そういう経験があるとなかなかポジティブにですね、物事を考えられないような習慣がついてしまってるんですね。三つ子の魂100まで言いますね。小さい頃に三つ子どころではない、三つ子っていうのは3人の子供じゃないですよ、はい、3歳ってことですよ、はい、大丈夫です大丈夫ですね、はいはい、それはですね、はい、そういう小さい頃に、はい、根付いちゃうんです、それは家庭環境、基本的にはご両親ですよね。ですからそのとこ振り返りながら、もうきっと大人になってらっしゃるわけだから、それを引きずってると思います。ですからダメな私っていうのをやはり振り返りながら直していこうって思うことですね。それは人の話、成功談とかを聞くだけではやっぱりできないんですね。でダメな私って思ってる人は特に自分に対する振り返りが苦手です。それは辛い経験が元になってるから。ですけども、そこに一旦過去を振り返って、まあ、気楽にアルバムでもね、めくりながら、最近アルバムってないですけどね確かにデジカメ、デジカメで、うちも娘はもうデジカメなので、そうですね、確かにそうですね、 DVD の中にあるんですけど、振り返りながらどんな小さい頃だったかなっていうことを考えながら、だいたいダメな私っていうのは基本的にダメダメって育ってる。それ禁止令って言いますけども、禁止令中心に育ってきてしまってるので、その禁止令をね、自分で解いてあげるしかないんですね。それをやはり求めてるんです、なんとかしたいと、自分自身が。だから自己啓発なんかに行くんですね。でも自己啓発って言葉の通りですね、
自ら振り起こして変えていかないといけないんですね、だから自分を振り返らなきゃいけないんだけども、人のとこ行ってしまう、他人に依存してる、それはいつまでたっても自らは踏み出せません一歩。待っていても白病に乗ったおじ様はやってこないですね残念ですね、前も話してましたよね、一歩踏み出すのは自分なんですね、そういう意味で反省に意識を向けるんではなくて、明るい未来、成功した時の自分の姿を思い描いて、どうなりたいか、でそのためにまず何をしなきゃいけないかっていくつか考えますよね、でまずその第一歩にどうすればいいかっていうことを小さい目標を立てて、一歩ずつ進んでいくことをやるってことですね。それにはまあきっとですね、いろいろとダメダメって育てると苦手なものっていうのが多いと思います。それを克服する、苦手っていうのは能力ではないです。命が取られるわけでもないです。どうしてもなかなかできない。これ意識の壁っていうんですけど、苦手意識の強い方いらっしゃいますもん ね、ピーマン苦手っていう人もいれば数字が苦手、経営者でも数字が苦手っていう人いるんですね、そうなんです、ちょっと勘弁してほしいですけどね、はい、数字には苦手では経営者は成り立ちません、そういうこともありますけども、そういうふうにあの自分の考える思考の癖を直すってことが必要なんですね、ですから自分に振り返、自分を振り返る、ということをやる必要、自己分析っていうのでやるといいんです、占い師に行っても、それは心を読み解かれてるだけで、自分の足しにならないです、心の休めにはなるかもしれません、自己分析っていうのはですね、いろいろなツールあったし、ネットでもできます、そういうのをやってみながら、自分の思考特性とか、性格傾向っていうのに一度ですね見直してみるって、それ客観的に自分が見れるようになると、ついつい偏ってるなとか分かるんですね、例えば怒るっぽい性格の人、でも気づかないんです、自己分析しないと、でもそれは冷静に自分を見直すと分かってきます、そうですね、そうすると怒らない感情の出し方はどうすればいいんだろうかっていうふうに考えるようになるんです、そうすると怒らないでいられる自分っていうのが出来上がってきます、確かに、それは怒りに対するアンガーマネジメントっていうんですけど、そういうふうにですね自分を変えるには自分の意識がどう成り立っているかっていうことに立ち返る必要があるんですね、一番に辛い作業かもしれない、そうかもしれないですね、自分探しの旅に出かける人いますよね、よく聞きますね、海外にね、海外に自分はいないですよ、ですよね、自分のお家で住んでるんです、自分の中にいるんです、そうですね、自分探しはね自分の中に入っていかないといけないですね、確かに、よくよくそういう相談者もいます、いらっしゃいますか、飲食店を始めて目標を達成して次の自分を探しに行ってきまして行ってらっしゃい、ちょっと行ってもないと思うよ結構言うんですよ、そこは本来どうありたいとか、それってね結局ね自分探しに外に出かけるのはね我々からするとね現実逃避だね、厳しい言い方をするとね、そういうこともあります、でその生活習慣というところから、簡単な生活習慣から変えていくんですね、朝例えば苦手な意識で朝起きるのが苦手って言ったら、もうちょっと二度寝してもいいから5時ぐらいに、5時だと早すぎる、5時半ぐらい目覚ましかけて一回起きる、眠かったらもう一回寝ればいい、でもそれを習慣づけるんですね、そうすると苦じゃなくなってきます、早く起きると夜眠くなるから寝ればいいんですね、そこが遅くまで夜更かしてるから朝苦手だったりするんです、それは苦手っていうのは意識だけども能力じゃないから、生活習慣を変えると変
変わってきます。変わりますね。でも1日2日じゃ変わらないです。三日坊主っていうのはね、はい、変わらないんです、うん、はい、それはまあ少なくとも3ヶ月ぐらい、うん、もうちょっといこうと、まあ、半年ぐらい変えると、苦手っていう意識も変わってくるし、そうやってちっちゃいいわゆる生活習慣から変えられると、実は自分っていうのは変えられるんですね。そのちっちゃな目標を達成させて、はい、よかったなって、結局自分を認めてあげるっていうことが必要なんです。なかなか自己啓発に外へ行ってしまう人は自分を認めてあげられていない。あ、なるほど。そんな風で、それ経営者に限らずですけどもね。だ、企業経営者はその辺があまり濃厚ではないから成功してるんですけども、自己肯定感って言いますけど、自分を認めてあげる能力が高くないと、企業経営ってなかなか難しいですけども、ダメな私って言ってても、商売できないですよね。そうですね、うん、そこは意識を変えるには生活習慣、ちっちゃな目標を達成して一つずつ積み重ねていくっていう、それにはやっぱりですね、人の話聞いてもそれはその人の過去の話ですから、自分にとっての未来に踏み出していかないといけないですからね。その辺変える必要があります。その成功体験をたくさん積んでいくことで、ちっちゃな、なかなか大きい目標をいくらやっても、もともとの考え方がダメな私だと、あ、やっぱりダメだになっちゃうので、なっちゃいますよね。ちっちゃな目標を立てて、それを積み重ねていく、積み重ねることでっていうとこから踏み出していくんですね。そしてやっぱり自分に問いかけないといけないですね。はい、できるでしょうか。あ、なるほど。そうするとそういったのご自身の持ってるマイナス思考とかっていう、まあ、ある種の思考パターンみたいなものは必ず変えることができるということですね。音楽もそういう人は結構マイナーな音楽調が好きだったりしますけども、それはやっぱり生活習慣で、初めは聞きづらいかもしれないけども、うん、アップテンポなメジャーな曲を聞き続ける。でも一生懸命聞くんじゃなくて、聞き流すように流しておく、そうすると自分に染み付いてきますから、これはやっぱり思考特性、行動特性は生活習慣なんです。でそこに必ず抵抗があります。人間っていうのは恒常性維持といってですね、生きていくために呼吸って意識してないですよね、はいはい、無意識なんですね、はい、無意識に染み付いてるんです。それを変えようとするとやっぱりきっちりと時間をかけて変えていかないと、揺り戻しがリバウンドするっていう、そういうのですね、ダイエットで、それもじわじわとやっていかないといけないです。短期集中ダイエットコースなんていうのはね、はい、戻れますね。戻るんです。間違いよくわかります。それわかるでしょ、はいはい、そういうことなんで、性格っていうのも同じなんです、はい、肉体も精神も一緒ですね、はい、なるほど。じゃあ少しあの時間をかけてご自身と向き合っていただいて、はい、半年間プログラムぐらい自分で組んでるんですよね。でもその半年間をクリアすれば必ず、はい、あのご自身が目指される一歩 に、そうです、ちょっと変わってるわけですから、はいはい、そうですか。自分で目標設定しないとダメですね。なるほど。人に言われたことでは、はい、またできない私になっちゃいますね。ました。なんか先生の人生相談のようです ね、 ですね。これも経営者もいつもそういう話しますけども、はい、人生相談全然ありです。あ、ありということですので、はい、またあの何かね、あのつまずいた時とかも随時宮先生にご相談いただければと、お答えしますよ、思います。はい、はい、宮先生今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは、これから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、ヒッツ FM アットマークひだネットドットne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021
高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生を迎えしてお話を伺います。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。先週は個人の方のなんか人生相談のようなねことに答えていただいてありがとうございます、はい、もう自分は変える得ることができるんだということを強く、ね、思っていただけたかと思います、はい、では先生今日はどんなお話をしていただけますでしょうか、はい、今日はですね企業の成長を妨げる3つの壁について順番にお話していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。企業の成長を妨げる3つの壁ということですが、はい、まず1つ目の壁を教えてください、はい、1つ目はですねまずですねそもそも知らないとできないですよね、ええ、そういうような知識の壁ですね。知識の壁、情報がないとか事実を認められないとか知らないとか、ええ、結局ですねそれは経営者にとってはやはり新しいことをやろうとしてもそのための必要な知識がないと準備もできません、うん、はい、ええ、また全く世の中にない商品を作ったっていうとですね、はい、みんな飛びつくように勘違いするんですけども、うん、全く世の中にないとそれが何だかわからないので、消費者も買わないんですよ。何かわからない。確かにそうかもしれないですね。無意識無関心なものは消費に至らないんですね、はい、まずこれ何ってことになるわけじゃないですか、はい、なら世の中にないものだから飛びつくっていうのは大きな勘違い。なんかそういうイメージありましたけど、まあ、基本的にはね売れないんですよ。売れないんですか。もう売れた試しがありません。分からないから。はー、だって分かんないものはしかも全く新しい企業が出てきたら、この人誰とか、そこから始まりますもんね。信じていいのとかいうことを思うんです、はい、知識の壁に突き当たって、うん、新しい事業とか企業の成長を妨げるんですね、うん、それは大きな壁です、はい、大きく勘違いしてます、はい、それはさっきのようにこれこそが成長の鍵だと思うんですけども、うん、人が物を買おうとするまでにはプロセスがあります、はい、知らないといけないってことですね、はい、するとその次に簡単に言いますと知っていることは大事ですけどもそれを使っている自分が想像できないとやっぱりダメですね。そうですね。しかもこれって本当にいいものなんだろうかっていう、うん、信用できるものかってことがありますよね、はい、それからまだまだありますね。他にいいものないかしらって思いますよね。さらに本当にこの値段って適正なのみたいなこともありますよね、はい、どん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 とねいろいろなですね買う側っていうのはですね、うん、もうお財布の紐を緩めて買うまでにはですね意識にステップがあるんです。それはまた別の機会の話しますけれども、そもそも知らないと経営者も一歩踏み出せないし、はい、消費者も買わない。うーん、さらにはやはり企業が成長していくためには、はい、変化を伴わない何か変化しないと
世の中の時代がやってきて突然売れるっていうのは、ね、いつもよく出てきますけども、白馬に乗った王子様はいないんですいないんですね、残念。絶対いないんですよ。いると思ってる人いっぱいいますけど、ね、いると思います。いないんです。池から出てきて金の斧の銀の斧になってる人はいないんです。金の斧どっちもないんです。ないんですね。で、そういう意味では新しいこととか今から自分が改善していかなきゃいけないっていうこと、知ろうとしないとかですね、人の話を聞こうとしないとか、それも知識の壁です。新しいことを得ようとしない、はい、人の話聞かないっていうのもそうですよね。人の話を聞く聞かないはさておき、それによって得られる知識を拒絶してしまうんですね。そういう意味でも知識の壁、知ろうとしないというのも知識の壁を自ら作ってしまっているということですね。あとですね、いろいろあるんです、はい、そもそも自分にとって常識だと思っていることが間違っているということがある。常識の思い違いってなります。例えばね、ここにね、はい、ラジオの先の人見えませんけど、はい、10円玉あります。はい、あります。これ10円玉どちらが表だと思いますか。10と書いてある方、10と書いてある方ですか、ね。裏はこれ平等院の報道ですけれども、はい、どちらが表だと思いますか。10って書いてある方でしょうか。それはどうしてですか。10円ということが分かるようにと思いますよ、はい、みんなそう思うんですよ、はい、だいたいこれをクイズでセミナーでやると、もう8割方表面を書いてくださいって言うと、はい、あ、10円ねって言って10って書く、書けます。違うんですか。違います。裏ですよ。裏ですか。裏じゃない、表。表はこっち、平等院報道が書いてあるのが表。そうなんですか。もう知識の壁なんですよ。もう当たり前だと思ってるでしょ。10円玉の表面は10円だから10って書いてある方って思ってるじゃないですか。はい、あの、なんか物を買う時も、あの10っていう数字を向けてわざわざ出したりして買ったりしますけど、それだとね、サッカーとかゲーム始めるとき裏と思ってて、間違ってますよ。本当ですよねそう、理由があるんです。はい、どうしてかな。どうしてですか。これは、日本の通貨だから、あ、日本国って書いてある。日本国10円って書いてありますね。そうでしょ。はい、確かによく見ると、それが書いてあることが表の証拠なんです。はあ、裏にも分かるように手を大きく10って書いてあるんです。はあ、そうなんですか。これを知ってる知らないは常識が間違ってる。あ、常識が間違ってました。10円の価値は変わらないけれども、10円の表と裏でゲームが変わるときは運命変わりますよね。はいはい、そういうことっていうのはね、知識の壁なんです。それを当たり前に思ってることが当たり前じゃない、はい、世の中にとってどこどこ会社の常識は世の中の非常識っていうことがよくあります。はい、知識の壁なんです。世の中で求めないものばっかり一生懸命出てくるとか、会社の自己都合ばっかり言うとか、これは一つには知識の壁、その先後で次の壁も、今はちょっとネタばらししませんけど、壁がいくつかある中では一番初めに大きな知識の壁があります。常識と思っていることの思い違い。思い違いって怖いですね。怖いですよ。だって先ほどの質問求めているのは、はい、10円の価値を求めているんではなくて、表面はどっちですかっていうことを聞いてるわけ、お客さんにとって結局お客さんが何を求めてるかということも、ちゃんと理解納得しないと違うものを進めちゃうってことになるじゃないですか。それっていうのは企業の経営にとって知識の壁なんですね。そうですね。情報とか事実とか、あとはお客さんが求めていること、これを知らないと全然やっぱり企業は成長できないですよっていうことなんですね。なんかとんでもない方向に行っちゃいそうですね。知らないということは思い込みで、思い込みばかりでは、たまたまそれが世の中に受けたら、その時はヒットします。たまたまってそれ、ああ、たまたま、そうですね。じゃあ
お客さんの求めから考えてないから、うん、たまたま受けた、うん、でも2発目出ない、やり続ける、まあ、お笑い芸人だったらそれでもネタになりますけど、うん、企業の経営ってそういうわけにいかないですからね、うん、知識の壁は大きいんです。さらには、まあ、人の話を聞かないってもそうですし、ね、反省しない、うん、反省しないってことは過去の経験から知識を得ないってことですよね。反省しないってことは学ばないってことですよね。世の中人の言うことを聞く聞かないっていうのもありますけども、自分の犯した失敗を反省しないってことは新たに成長に必要な情報を得ようとしてない、知識の壁なんですね。はい、そのやっぱり経営者 の、はい、あの側近にそういう正しい情報を伝えてくださる方がいるかいないかも、ないかっていうのもありますね。いるかいないかもそうですけども、はい、自分が正しい、自分自身がそうですね、いわゆる思い込みが強いと正しいことを言っても受け入れないですよね。それはやっぱり前にやった10の法則にもありますけども、人の話を聞かないのは成長を妨げるし、失敗あるあるなんですよね。失敗して取り返しつかなくなって初めて気づいたりします、はい、正しいのは自分だけっていう、これは思い込み、知識の壁をやはり自ら作っているということですね。なるほど。これもあの今お話伺ってて本当にあるあるだなと思って伺っておりましたけれども、企業の経営についてはですね、やはり自分も客観視できなきゃいけないし、はい、情報に敏感じゃないといけないですね。世の中の変化は激しいですから、それを察知するというのはやっぱりそれを知ってる知らないかということですよね。判断には、はい、判断するにはやっぱりその知識の壁を乗り越える、うん、低くする努力が必要ですね、うん、さらにはそういうふうに指摘する人の話を聞き入れる、うん、っていうことも必要ですし、はい、あとは企業内でそういう情報を共有しないといけませんよね、うん、それも共有しないってことは営業で出ている人の話を聞かなければ、お客さんの声ってわからないじゃないですか。そうですね、俺の言う通りにやれば、かいのワンマン経営者っていうのは、はい、自ら知識の壁を作ってしまうんですね。黙って言うことを聞けっていう時代じゃないですか。そうですね、黙って聞くのはお客さんの声ですね。あ、本当です。経営者の言う通りにやってて、一発は言っても二発目はないですよね、はい、なるほど、うん、その辺がやはり知識の壁は外からもやってくるし、自分でも作ってしまう。そもそも知らないとかですね、知ろうとしないとか、常識思い込み思い違いがあるとか、10円の表裏わからない時これね、金融機関の人にクイズやってもね、半分以上の人間違えますか。あ、そうなんですか。ちょっと安心しました。大丈夫ですよ。銀行の人毎日お金使ってるんですけど、でもまあ、はい、効果は使う人少ないですね、銀行なんでもね。あ、そうですね、確かに、うん、そう、はい、10円玉ばっかり持ってくるのはお子さんだけですね。大人の人は10円玉機械で両替して引き出すことがあっても、はい、日頃毎日10円玉見ない。なるほど。でも知らないんですよ。それは常識が間違っているということですよね。そのように企業の成長を妨げる3つの壁の一つ目は非常に大きな壁でありまして、知識の壁ということなんですね。はい、わかりました。今日は企業の成長を妨げる3つの壁、外からもやってくるし自分自身でも作ってしまう知識の壁についてお話を伺いました。3つの壁ということですので、あと2つが気になるところでありますけれども、ね、はい、先生、それは次週ということですね。お楽しみに。はい、今日も三輪先生ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは、これから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、 0577-37-0765。 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、
ヒッツ FM アットマークひだネットドットne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。三輪先生よろしくお願いします。お願いします、はい、先週から企業の成長を妨げる3つの壁ということで、はい、まずは知識の壁を伺いました、ね、はいはい、知らないと損するっていうことですね。10円 の、 あの裏表、表裏これちょっと金管行って聞いてみてください。聞いてきます今度。間違ってたら教えてきてください。はい、もうね、あの本当にちょっと行ってみようかなと思っておりますけれども、はい、さて知識の壁についてね伺いましたけれども、さて気になります2つ目の壁を教えていただけますか。ね、それはですね、前回も出ました、例えば企業に意見をする、はい、正しいことを言う人がいても聞かないっていうのがありますよね、うん、はい、聞かないと損する知識の壁ですが、うん、それには結局聞こうとしないとか、そもそも考えようとしないっていう、確かに結構多いんです経営者さん、はい、俺の言ってることが正しいと、うん、黙って言うこと聞けって人います、うん、でもそれを操作してしまっているのは、実は意識の壁なんですね、あ、人の話を聞けないとか考えようとしないのは、はい、考えたくないとさせてる感情の部分ですよね。人の話は聞けるわけです。通常の人は健常者ですから、はい、言うことは耳に入ってくるんですよね。入ってくるけどもそれを受け止めない、はい、受け止めない前に受け止め、それは受け止めたくないというような意識が働いていたり、あとはですね、何かやろうとしてもついつい進まない、それは結構苦手で内意識とかあると成長を妨げるんですね。子供の頃だと人参が嫌い、うん、これって苦手意識ですね、はい、食べたら死ぬわけじゃないですね、あのお蕎麦でアレルギーとかいう人は食べちゃいけませんよ、はい、でも栄養素が良くても小さい時に一口食べた時に苦いとか、はい、嫌だとか、うん、思いますよね、はい、初めに人参食べた人が甘く煮た人参食べさせてもらったら、人参って好きなんです。そうですね、人参に罪はないんです。あ、確かに、トマトとかもでもそうですけども、はいはい、第一印象、それはやっぱりちっちゃい頃のこれ意識の壁が操作してしまうんですね。受け入れないとか、受け入れないじゃなくて受け入れたくないっていうことですね、はい、これ意識の壁なんです。だから苦手という意識もあると損をします、うん、本来人の話を聞かなきゃいけないとか、経営者に時々言うのが数字が苦手って言うんですよ、はい、お金は好きだけど数字は苦手ドキみたいなお金好きじゃないとね商売しようと思わないので、はいはい、経営者にはならないんですけど、数字は苦手って言うんですよ、はいはい、帳簿は任せてあるとかね、おいおいおいっていうことですよ。でもありますよね、数字は結局これ
企業にとっての通信簿みたいなものですから、これは子どもの時にやんちゃで遊んでばっかりいて、通信簿が来るのが嫌だったとか、持って帰ったら親に怒られたとか、結構そんな子供ながらのあるある体験が苦手にさせてるんです。それは能力があるないではないんですよ、じゃないんですね、数字が苦手っていうのは逆に苦手だから手につかない、手につかないと習得できない、だから成績が上がらない、算数数学の場合ね、苦手な意識がそうさせてるんであって、数学を解く能力がそもそも備わってないんではないわけですよ。でも学校の先生は成績をそういう点数で評価しますから、あんたはダメだ、そうするとあんたダメだと頑張れって言われると、そもそもの苦手な意識があるからプレッシャーになって余計手つかなくなるわけですね。でどん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 ダメなんだ、ダメダメ人間を育てちゃってるわけですね。それは苦手という意識をどうやって払拭して払いのけてあげるかっていうことを、本当はまあ学校の先生とかご両親とかがお家で取り組んであげないと成績高らないんです。だからやれやれって言ってですね、厳しく言って特に悪い点数取ってきた時に、あのサザエさんの家族みたいにまたなんでこんな点数なのって言うと余計嫌になっちゃうんですよね、そうですね、1点でも取れたら褒めるっていうことですよね。そういうことをしないといけないんですが、まあ、大人になったらですね、その意識の壁はやっぱり自分をちゃんと理解した上で乗り越えていかないといけないんですね。そういう意味ではやっぱり意識もの壁も大きい壁ですね、これ待っていても誰も崩してくれませんですね、ベルリンの壁みたいにですね、市民が立ち上がってですね、人の意識の壁って崩してくれませんよ。白馬の王子様もいないし、壁を崩してくれる市民もいないんですないし、はい、それは自分で乗り越えなきゃいけないんですが、考え思考とかですね、感情を受け入れないとか受け付けられないとかいうのは全て意識の壁ですね、その意識の壁というのは、あの大人になってからも、こう克服することはできるんです ね、 そうですね、克服をしないといけないで、それにはお問い合わせの時にもちょっとお話してますけれども、冷静な客観的な自己分析ってこれ大事です。どうしてこういう考え方をするようになったのかっていうのを紐解くんですね。でどうでなきゃいけないっていう一歩を踏み出すための反省が必要ですね。その次はまあ反省だけしててもですね、ネガティブに思考を発しちゃいますから、どうありたいか、どう、まあ、経営者の場合どうあればいいかとか、あるべき姿はどうかっていうのを描いて、それに向かって進んでいくように自分を仕向けていくってことですね。結構いろんな意識の壁ってありまして、苦手っていうのもそうだし、なんか気力がない、気力がないっていうのはね、別に体力ないわけじゃないですよ、日曜日の夜サザエさんを見るとサザエさん、なんか仕事を行きたくないっていうのはね、これはね、意識の壁ですね。サザエさんが明らかにとした話しかやってないでしょ。そうですよね、意識の壁なんですね。なんか明日を迎えるのが嫌になるみたいな、これは能力でもないし、体が不調なわけでもないですね、心ですよね、心の問題、そうですね、思考とか感情の癖なんですね、これは、ね、それがもたらす知識は、知識の壁は外の情報に対する、意識の壁は自分の心の中の情報処理の問題ですね。なるほど、苦手とか気力がないとか、あとですね、自信がない、苦手というのと近いですけども、なんか自信がないとか、まあ、よくあるのは人に話してちゃんと伝わるか自信がないとか、そもそも人と話すのは苦手とか思っちゃうと、もう上達しないですよ。人のと話すの苦手な人に対してですね、手のひらに人と字を書いて飲めって言ってもね、これは意味がないですよ。できないですもんね。全く意味がないんです。そうじゃなくて、やはりその時に考えるべきは、上手に話していて人から評価を受けた
明るい未来を想像して、その時っていうのは嬉しいじゃないですか、そういう嬉しい感情っていうのはまず一回思い浮かべるんです。イメージするんですか。イメージ、具体的にイメージして頑張ろうって思うんですよね。物事を実現するにはまず思うことなんですね。願うこと、思うこと、はい、これがあって初めて実現しますね。それは王子様の白馬に乗せてもらうんではなくて、自ら一歩を踏み出すっていうことですね。自信がないっていうのは従来、結局それもやっぱり子育て論に行きますが、子供の頃になかなか認めてもらえない、結構クラスで一番の成績を取って喜んで帰ってきても、あんたまだまだダメよそんなんじゃんってね、あの全国一にならないまでお母さん認めないとか、お母さん悪者しちゃいけないけど、お父さん認めないって場合もあるけども、そういうふうに頑張った自分をちゃんと認めてもらっていないと何をやってもダメっていうふうに育っちゃうんですね。でも親を選んでもしょうがないから、それは自分で自分のことをやっぱり認めるっていう習慣をつけるってこと、これはね自己肯定感っていうんですけれども、自分を認めてあげるっていうことですね。この意識が強いとポジティブでどんどん前に進んでいくんです。自己肯定感が強くないとなかなか成長ってできない、人としても成長できないし、それは企業の成長につながっていきますけれども、企業の成長ってですね、経営者が成長していかないと絶対伸びません。そうですね、一商品1個出したって、次のこと考えないといけないですよね。ずっとですねこれでいいんだって言ったら、その人はそれでいいかもしれないけど、世の中の人は飽きちゃうわけだから、やっぱりそこは先に進んでいく意識の壁を取り除く必要があるんですよね。まだまだあります。勇気がない、勇気が湧かないって自分で言ってるんですよ。湧かないっていうのは自分で湧かないと勇気って出てこないですよね。チャレンジ精神っていうのが備わってない、もう子供の頃振り返ってもしょうがないけども、それを自ら奮い立たせる、それにはちょっとした自分にとってのチャレンジを、自分がそもそも苦手としてることですよね、一つ一つちっちゃな目標を立ててチャレンジして、ちっちゃな成功を自分で喜ぶってことですね。自分じゃないとダメですよこれ、人から喜ぶ、人に伝えて褒めてもらうっていうのも必要ですね、コンプレックスというのは結局何かに対する劣等感は小さい頃に失敗して励まされてたらそんなにコンプレックスってことないんです。それを恥ずかしい思いをしたりとか、辛い思いをしたり、悲しい思いをすると、それは苦手、コンプレックスになるんですね。だから認めてあげる、自己肯定感が強いと頑張った自分を褒めてあげたいってオリンピック選手言いましたよね。あれ自己肯定感を自分から奮い立たせてるんです。それが結構必要なんですよ。なるほど、もうこの人の成長をなくして企業の成長はありえないということなんですね。変化を嫌ってはいけません、そこが一歩、やっぱり保守的っていうのは、変化を嫌う、これも意識の壁ですよね。本来は変化って必要なんです、人って成長するし、年とともに老いていくわけですよね、これをやっぱり受け入れる、受け止めるっていうのも、受け止められないっていうのは意識の壁ですね。そうするとちょっと痛い方向へ行ってしまったりするわけです、企業も同じなんですよ。過去の栄光のまま行くと、その人にとってはそれが満足かもしれないけども、世の中にからするといつまでも同じことやってるよねあそこはとか、変わらないねとか、固定客いますけども、固定客って企業 の年数とともに年齢数上がっていくんですよ。そうするとだんだん消費者じゃなくなっていってしまいます。世の中からいなくなってしまったら買ってくれないわけですよね。だからやっぱり新しいお客さんを獲得するためにも、企業って何らかの変化を伴わなきゃいけないわけですから、
まあ、そういうふうに変化を嫌うっていうことがあると成長を妨げてしまうんですね。意識の壁ですね。ネガティブに考えるっていうのもそれです。やっぱり認められなかった小さい頃を払拭するってことですね。意識の壁は思考特性、行動特性なので自分の中に大きく存在するということですね。はい、わかりました。企業の成長を妨げる3つの壁、先週は知識の壁、そして今週は意識の壁についてお話を伺いました。はい、ではいよいよ3つ目の壁となりますが、先生、次週お楽しみに。はい、先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、0577-37-0765。メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、 hitsfm@hidanet.ne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021、 高山市灘町 5-95-10、郵便番号 506-0021、 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。三輪先生、よろしくお願いします。お願いします。企業の成長を妨げる3つの壁ということで、先々週からお話を伺っております。はい、知識の壁、そして意識の壁と2つ伺いました。はい、先生、幼少期って随分大事なんですね。考え方とかですね、はい、感情をどう表現するかっていうのは全部基本的に、まあ、親と子の関係、あとは学校でどういう位置にというのは大きく影響してくるんですね。はい、三つ子の魂100までっていうのはそういうことを言っています。はい、はい、なんですね。まあ、長く培ってきた思考パターンではありますけれども、意識を向ければそれは変えることができると。大人になれば自分で判断できますから変えられるんですね。それは自分じゃないと変えられません。音楽を聴きにですね、天才音楽家の音楽を聴いてもですね、はい、天才音楽家にはなれないんですね。なれないですね。自分がですね、はい、訓練したりとかですね、しないとなれませんね。確かに。それとしてですね、外で講義を受けたり自己啓発セミナーと受けても、聞いただけでは変わらないんです。それは他人に依存してるからですね。自ら自分に問いかけて働きかけて変えていくっていう意識から持たないと変えられないです。世の中変わってるわけですから、自分もいろいろな意味で成長という意味で変わっていかないといけないですね。はい、ではその克服したい壁、3つ目の壁は何でしょうか。はい、これはまたですね、はい、巨大なものでありまして、巨大な世の中にもいくつも見受けられるんですが、新しいことをしなきゃいけないと。世の中で言うとね、はい、例えば関税がかかっているから輸入ができないからこれを崩せって言ってくるっていうのもありますね。こういうのもそうなんですけれども、はい、あとは、いろいろな政治家が働きかけても反対される抵抗勢力があるなんていうのもそうなんですけども、
これは組織の壁ってやつです。あ、組織の壁、なかなかこれはなんか強靭な分厚く高い壁ですね。これはいろんな人の力を借りて、あのベルリンの壁みたいに、これはいろんな人に叩いて壊してもらったりしないと、なかなか崩れなかったり一人ではする。そうですね、はい、組織の壁です。知識の壁は外の情報に対する抵抗を払拭する、はい、意識の壁は自分にとっての壁を自ら取り除く必要がある。組織の壁はいろいろな人の意見、合意を形成したりしながら変えていく必要がありますね。そのためにルールを変える必要があったりとか、情報を、効果的に、まあ、例えば CM とか意見広告を出すとか、いろんなことよね。それはものによりますけれども、メディアの力は強いですよ、ラジオもね。そうですね、そうです、情報ですから、はい、組織の壁を乗り越えるには、基本的にはそういうメディアの力を使ったりっていうのもあるんです。我々だと世の中の変化に皆さん順応して新しい取り組みしましょうよっていうのは、要するにいわゆる組織の壁を突き破っていくための働きかけをしている、そういうことにも言えるんですよ、我々の取り組みとして。ラジオでこうやってお話をさせて、ね、それは人はついつい、特に、まあ、いわゆるお役所仕事ってありますよね、はいはいはい、過去を踏襲することが自分の仕事だと思ってる、だから別にお役所が悪いわけじゃなくて、それは慣用句ですからね、はい、お役所の悪口言ってるわけじゃないですよ、はい、わかります。お役所仕事っていうのは、それ過去を守ることが自己目的になってしまう、これ組織の壁ですね、まさしく ね、 本当ですね。責任を取りたがらないとか、取らないとか、責任が回ってこないようにするとかはいはい、もう開けたらキリがないですこれ時間足りないな今日は違うか、はい、判断から逃れようとかね、そもそも人の心に配慮しないとかいうのもそうです。流行があっても関係ないとか、これが世の中で求められてると言ってもうちは違うんだとか、それは自分の中の会社の中の組織の壁ですよね。変えようとすると必ず抵抗勢力がある。これね、結構台を変わる時もそうです、これは、はい、とある地域のこんにゃく屋さんの実例なんですけども、従来ですね、はい、スーパーマーケットに大量に買ってもらって会社を大きくしてきた先代社長のこんにゃく屋さんです、はい、だん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 とですね、スーパーは安売り競争ですから、値引きの要請があるわけですね、はい、たくさん買ってもらう代わりに、どんどん値引き要請がある、材料費が上がります、はい、売上が残ると返品がきます、それでも安く売って利益を出すという、いわゆるそういうビジネスモデルだったんですね、これだとまずいというふうに思った次の代を継ごうとする息子さんがいます、はい、高級志向に走って、まあ、全部じゃないですけどね、高級路線も模索しないといけないと言い出して、例えば国とか県の補助金をもらって新しい施策開発とかしようとします、はいはい、それは僕らは応援するんですね、はい、というのは世の中の流れがそういうことをでもしないと、いわゆる買い叩かれる、材料費は上がる、で大量に作るためには設備投資しますよね。そうですね、そうするとその資金負担がかかりますよ、お金借りたら返さないといけないし、設備はどんどん悪くなっていくし、そうするとこれそこに乗ってると、結構大手のスーパーさんだと豆腐とかこんにゃく自分で作るようになっちゃうんですよ、そもそもっていうか、もう最近だとお野菜も農園も自分で消しちゃうんですよ、そうですね、確かに直農とか、そうするとお野菜作ってる人太刀打ちできないですよ、お金資本もそもそもそうやって自分で作ってしまうところはお金持ってますからね、大量に効率的に生産しちゃうわけです、勝てない、それを見越して新しいことをやって、例えば料亭で使ってもらうようなこんにゃくを作ろうってやっていて始めたんですよ。そうしたら、まず、はい、もうそういう考え方が違うので、お父さんと息子は仲悪いですよね。でさらにお母さんが、あなた何やってんの、
お父さん一生懸命やってるんだから、お父さんのやってるようにしなさいみたいな、なんかよよ聞きますねこれ葬式の株です、会社として言えばね。はい、でも家族で経営してるけども、まあそれは分かりやすくお父さんとお母さんと息子ですよ、それって、はいはい、そこそこの規模の会社でもよくあることですよ、うん、そうでしょうね、それは先代社長の番頭さんとかだと、修行ものみの 若旦那には社長の言うこと聞けと言ったりします、はいはいはい、組織の壁ですね、そうやって時代の流れにやはり合わそうとするよりも組織の中のルールを第一にしようとしてしまう、だから実態に即した判断をしない、しようとしない、できないんじゃないんですよ、分かっていてもできない、いわゆる大人の事情っていうのはですね、基本的に組織の壁なんです。あ、はい、忖度とかいう、ね、ありますよね、なんかそんなあまりあよろしくない、日本語あれ英語とかにできないらしいんですけど、そうなんですか、それっていうのはね、組織の壁がなせる技なんですね、誰々さんに配慮して本来こうあるべきだけどもできないみたいな、ちょっと社会問題化していることは基本的に成長を妨げる組織の壁のなせる技っていうことができるんです。ですから手段が目的化してしまうとか、こういう我々のような仕事だと補助金って結局税金だったり運用した資金だったりします、これを月一人当たり何件な何円って言ったら、何件予算がありますっていう件数割りできるわけですね。そうするとそれを使い切るっていうことが自己目的化してしまう、それが手段が目的化してしまうってことです。はい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 、そうするとどういう発想になるかというと、補助金って申請をしてもらうものですから、申請したら通りやすいものを通すとね。あ、はいはいはい、だから本当に必要としてる人のところに行かないというような、はい、実は根深い問題があったりするんですよ、それもいわゆるお役所仕事っていうのは手段が目的化してしまうということだったりするんですね。確かにそうですね、とかそういうことをやることが自己目的化してしまって、そういう組織を守ることを第一にしてしまう、もしお客さん目線じゃないですよね、自己都合、そうですね、で手続きばっかり重要視して、はい、本来だから補助金なんかで何て言われてるかというと、じゃあ補助金出したら企業が本当に豊かになってるのかって、これはお金を出すのは国は財務省です、財務省はそういうことやっぱり問うてるわけですね。失われた20年とか言って、それを立て直すために補助金がいりますと言って、いろいろ経産省も農水省も厚労省もみんなそれで予算を取って補助金っていうのを出して新しいことやりますよって言ってるけど、じゃあどれだけ新しいことができたのとか、そこに意識いかない、はいはい、お役所は、はい、特に、はい、だって手段が自己目的、そうですよね、予算を消化することそうですよね、はいはい、利益がいくら生み出されてるってところいかない、いかないですね、それ組織の壁なんです。うーん、確かに、そもそもそういうところへ意識が至らない人たちがやってるという意識の壁は根源的にありますけども、話を単純化すると、組織の壁によって本来あるべき姿が到達できない、それはそういうお役所仕事ということもそうだけども、企業にも先ほど話したように抵抗勢力とか、はい、やっぱり変えたくないとか、新しいことをやると自分の仕事がなくなってしまうとか、例えば自動車産業でいうと、電気自動車の時代が来ると言われていても、はいはい、電気自動車になるといろんなものいらなくなるんですよ、エンジンがいらなくなると言われたりします。はいはい、エンジン作ってる人は反対するわけですよね。そうすると企業の成長の
妨げになったりする、成長の妨げにならなくても利益をやっぱり損ねる、長い目で見るとやっぱりシフトしていかなきゃいけないんだけども、ね、変化の妨げになるわけですね。だから組織の壁は成長を妨げる大きな壁なんです、うん、大きいですね。一人では何ともなりません、意識の壁は経営者が一人でも変えることができるけども、組織の壁は合意を形成するとか、世の中の風潮を変えるとかいうようなことを、結構いろいろなエネルギーが必要になってきますね、先ほど話したように知らないものは買わないっていう知識の壁も、これ情報によって知ってもらうことによってっていうことある、はい、でもそれを受け入れられない人たちもいる、はい、いろんな壁が存在するわけですね、組織の壁は最も乗り越えるのが最終的にやってきますから、そうですね、そう、知識の壁を乗り越えて新しい方向が決まって、意識の壁を乗り越えて変化に対する抵抗がなくなって、さあ新しいことをやろうって言った時に、はい、それを世の中の人もそうだけれども、社内にも抵抗勢力があって、なかなか成長が至らない。特にその一人一人の人間が向上性の維持って言いましたけども、まあ、前回ね、変化することに抵抗するんです本能的には、それが集団になるともっと強くなるわけですよ、変わりたくないっていう、それはやっぱり生活がかかってるから、仕事なくなったら行くっていけないっていうと抵抗勢力ありますよね、根深い問題の中にいろいろありますが、構造改革、痛みを伴う構造改革っていうのは、これは組織の壁を突き破るっていうことを宣言してる、でもそれ正面突破しようとすると非常に分厚い壁ですから、抵抗を受けてなかなか至らない。何が正しいっていうのは、それはなかなか決めかねるじゃないですか、そうですね、そういう意味では一番ややこしい、そうですね、組織の壁は、はい、わかりました。あの3つ目の壁というのはなかなか難しい壁ではありますけれども、今月は三輪先生に企業の成長を妨げる3つの壁についてお話を伺いました。知識の壁、意識の壁、そして今日の組織の壁ということでした。三輪先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 0577-37-0765、 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、ヒッツ FM@hidanet.ne.jp、 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10、 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。